こんにちは。当チャンネルでは、家幣と国の借金について解説しています。今回は消費税の嘘について説明を行いたいと思います。消費税は、消費者が平等に負担する税金であり、安定財源のため、社会保障の財源に最適と言われています。しかし、この名称がすでに嘘なのです。企業が、 原料を加工して、付加価値を生産。例えば、パン屋さんが、小麦粉を元にして、パンを作成して売ります。この時、仕入れ値に、付加価値、つまり、パン屋さんの人件費、利益などが足されます。消費税は、この付加価値に課せられるのです。よって、他国では付加価値税と呼ばれています。図のようにすべての工程で、 生じた付加価値に税が課せられ、各事業者が税収を支払っています。しかし、財務省は、小売時に消費者が消費税分を払っているため、これは、あくまで、預かり税だという説明をしています。デフレカでは、厳しい値下げ合戦が行われています。その状況での消費税増税で、生じている現象は、図のようになります。 消費者が離れるのを恐れて、小売価格は維持。力関係が弱い業者が、その増税分を、付加価値を圧縮して、飲み込むことになります。中小零細企業に厳しい税金と言えます。この付加価値を、圧縮というのは、企業の利益、人件費を減らすということです。労働者の人件費が減ることから、さらにデフレ圧力を生むことになります。財務省の広報通り、 消費税増税分が、すべて社会保障に使われている。というのなら、増税のたびに、社会保障費はその分、跳ね上がっているはずです。しかし、現実では表のように、微増のみです。もちろん、少子高齢化が進展とともに、社会保障費は自然増ではありますが、一方で、庶民の給料から、転引きされている社会保険料は、増えていっています。図は 消費税と法人税の変化を表しています。消費税増税と反比例するように法人税が下げられているのがお分かりでしょうか所得税や法人税などの直接税を減らし消費税などの間接税を上げていくように財界からの要望が長年あったからです。社会保障のためというのは後付けの大義名分にすぎません。この図は 世帯主収入ごとの所得に対しての消費税の割合です。低所得者層ほど生きていくために消費しないといけない金額が所得に対して高いため消費額に比例する消費税は低所得者層ほど高くなります。金持ちに優しく貧乏人に厳しい税なのです。日本の消費税は低い方だと言われています。しかし、 それぞれの国ごとの経済状況を考慮せねばなりません。まず、ユーロ圏の国は、各自の中央銀行を持たないため、財政破綻のリスクが、日本などの通貨主権国に比べて、高いのです。政府を支えるために、お金を作ってくれる中央銀行が、国ごとに存在せず、ユーロ圏で一つだけしかないのです。そのため、緊縮財政をせざるを得ない国が多いのです。 そして、どの国も、日本と比べ、インフレ率が比較的高いのです。インフレであれば、不加価値税の価格転嫁が比較的進みやすいと言えます。また、税率が高い国も、軽減税率が適用され、貧困層への配慮があります。ここでは、一部の例しか紹介していませんが、どの国も日本に比べて、軽減税率の対象項目が多く、 軽減の幅も大きいことが見て取れます。日本の軽減税率は、極めて、弱者への配慮が不足していると言えます。アメリカ合衆国は、付加価値税がなく、小売りにかかる、小売売上げ税のみです。付加価値税は、米国経済に、いい影響をもたらさないと考えているようです。ユーロ圏の国は、外需依存度が高い国、つまり、 貿易への依存が高い国が多いのですが、日本と米国は、むしろ、内需で回っている企業が多いため、付加価値税が経済にもたらす影響が、高いのです。この図は、日本の GDP と家計消費の変化を表しています。97年、2014年の増税により、GDP、家計消費に、大きなダメージを与えました。また、 コロナショック突入前に消費税10%増税により、すでに大きなダメージを受けていたことがわかります。コロナは世界各国に大きなダメージを与え、世界恐慌の再来とされました。実に50カ国以上が付加価値税減税に踏み切りましたが、コロナショック以前に増税で自爆していたにもかかわらず、日本は減税に踏み切りませんでした。 消費税は赤字でも払わないといけません。そのため、景気安定化機能が欠けた税金と言われています。消費税減税を行うと、政府の予算執行が崩壊する、という方がいますが、そもそも、日本政府は、その年の確定申告で税収が決定する前から、予算を決定し、執行しています。まず、日本銀行に、 政府短期証券を発行し、日銀当座預金を借ります。仕事を発注する企業に政府コミッテを渡し、企業は銀行に政府コミッテを持っていくと受注金額分の預金が口座に振り込まれます。まとめです。消費税という名前はまやかしです。社会保障は改善していません。貧乏人や中小零細企業に厳しい税金です。 他国は日本に比べ軽減税率項目が多く軽減の幅も大きいです消費税収がなくなっても政府の予算執行に支障はありませんデフレ化で増税したのは日本だけですコロナ禍で減税しない日本は世界で超マイナー派です参考文献ホームページです概要欄に公認会計士の方が 消費税について解説している動画のリンクを貼っています。もし間違いがあれば指摘コメント歓迎です。面白かったら高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。